新 AI 対戦会ガルドセプトサーガ、エツメルさんの決勝戦のメンバーは A 組1位のハイジ、 B 組1位のテレポン、はい、2位で相馬力が高かったドラタカの3名です。それではスタート。さて、予選 A 組は劇的な試合、 B 組はアイボリーで場をロックしたテレポン。さあ、決勝はどうなるのでしょうか。アイボリーが置かれる前に、まずは、クリーチャーを展開したいところですね。置かれる前に、さあどうだ。まだ見えない。よかった。とりあえず他の二人は安心するね、これで。アイボリーが来る前に、展開してきて、お、パーミッション。最初から撃つ。いいね。最初に一段目に撃つのは得なのかどうかちょっとわかんないね。金がなくなるから。OK だ。これはいいね。パーミッション撃って、さらに自分の土地が取れたっていうのはいいね。おっと、変なカードが入ってる。なんだこれは。フロストニードル。決まったー。なんと地に30ダメージ。うわー。すげえ。まさかそんなカード、今までダメージスペル見たことなかったのに。しかもピンポイントで、だいたい HP40 以上あるやつばっかりだったのに、スピニアガマっていうね、一番、カルドセプトサーガで耐久力が高いクリーチャーだと思うんだけど、そいつに刺さるとは思わなかったね。びっくりだね。さあ、いつものコローシブナイフが出た。レベル上げてもいいよ。いきなり上げてもいいぞ。そうはいかんか。あ、これはちょっとダメ、ダメパーミッションだね。そう、砦でボーナスがもらえなくなっちゃうから。その分お金が安くなっちゃうというか。ああ、来ちゃった、アイボリー。いやー、レベル上げないから吸われて、吸われた後にアイボリー置かれるっていうパターン。いやー、まずいな、もう。もう置いちゃうんですかっていう。ああ、置いちゃったよ。しかも、誰も倒しに行けなそうなところだもんね、これ。いやー、きつい。コメット撃つのすらきついよ、これ。しかも、クリーチャーがもうない。一匹しか展開できなかった、クリーチャー。ギフトすら撃たせてもらえない。これはきついな。ギフトすら撃たせてもらえない。いやー、きつい。自分だけアイボリーで N カードで悠々自適と。いやー、あ、待てよ。よく考えて。いやー、高いんじゃねえのドレマ。いやー、120G だってドレマが。120G で12030番って 3G だけ得意をした。置かないんじゃないかな。そうだよ。ケンタウロスは N だったような気がするから、まだマシかな。あ、とりあえず周回してよかったねっていう感じだね、これは。上げちゃう。あー、早いな、レベル上げが。ドラトカの AI はよくレベルを上げてくれるんだよね。コメット打つ可能性があるが、コメットの金がないかな。どうだろう。さあ、A が変身しそうか。あー、地変。300G 使って、どれまで座れないようにした。どうする？コメット打つか、いきなり。打たないよな。金がないもんな。そうだよね。金がもったいないというか。風が欲しいな。あ、そこ。やっつけいけるかな。アイテム。あ、でもガセアス2枚持ってたから、やっつけられないね。いけない。きついな。レベル上げたからか。ガセアス3枚。エローション入れればよかった。くそ。さらにマナ。いやー、アイボリーロックしてるな。3とか出るとちょっときつい。3とか出るとちょっときつい。クリーチャー置ける。よしよしよし。2連鎖。これは悪くない。よしよしよし。いやー、でもドラタカはいきなり上げるとは思わなかったよな。さすがにファミいきなり使えないよ。金がないもんね。
金がなくなる 10G に手持ち魔力が 10G になっても、いやーこれミノタウロス N っていうの素晴らしいね。使ってからファーミか、頭いいな。いやーこのアイボリーロックに2人が耐えられるかどうかだな。あげないだろうね、色合ってないから。交換する。ああなるほどね、うまいね。交換は安いのか。ギフトすら高い。いやーコメット打ちたいんだが、打つとにんまりするのはテレポンだけなんだよね。さあ置いてほしいな、置いてプレッシャーをかけたい。よしよし、コメット打ちたいけどな、打つとコメット代が高いハイジとレベル3を落とされたドラタカがの2人が損をして、テレポンだけアイボリーを置いたテレポンだけが得をするみたいなパターンになっちまうんだよな。これきついんじゃないの置くと。ああでもガスクラウドも N か、羨ましいな。またアイボリーでやがったこの野郎だ。しかしさ、3が出るときついから打つかな。これフェームレベル上がってないんじゃないの。フェームが金かかってるのに 100G 得て得してない。うわー3、うわーそっち進むんだ、バカじゃねえの、バカじゃねえの。いやードラタカに金あげた、なんていうクソダイスが出たんだ、これは良くない。お、殴れ殴れ、これは殴ってほしい。いやーほんとアイポリーはゴミだからね、やっつけてほしいけど、ガスや3枚持ってたから守るかな。これ守るよな、守るよな。くそーくそ、なんで3が出るんだよな、そこで。しかも3が出たところでクリーチャーがないっていうね。いやー守りやがった、きついなー。アイボリー死んでくれないときつい。そう、あー先に打ってほしかった、コメット打てばよかったのに。いやーローカスト打つんだね、天才だわ。このテレポンブック天才だわ。240吸われた後で打っちゃったからな、悔しい。うわ水が苦しい。ここでまたでももう一回パーミを打ってくるかな。どっかレベル上げろ、どっかレベル上げろ、座れる前に上げろ、座れる前に上げろよ。これドレマ来るでしょ、ドレマ。あールーソレイユが来るか、きつい。あールーソレイユも高いからちょっと打てないって感じか。打てないで困ってる間に上げてほしいが、またローカスト出やがった、くそー。こっちはパーミ、いやーすげー、パーミ合戦プラス魔力合戦だね。いやー決勝っぽいな。いやテレポンが一歩リードしてる感じがするわね、これ。またアイボリー起き上がった。くそだ。これでもう死なないな。アシットレインが欲しい。ギフト。いやー、そこでコメット捨てるんか。だから、パーミ打つのはいいんだけど、レベルを上げてほしいな。レベル上げるとでもローカストが来るか。いやー、来る。レベル3にするけど、これまたローカスト飛んでくるんでしょ。いやー、ひどいな。いいな。あげて、そのルーソレイユを回避したっていうのは悪くないんだけど、行くでしょ、これ。行かない。いやー、また、当然のように撃ってくるか。アップロねえからな。あールーソレイユ。でもしょうがない。あギフトいいね。頭いいな。トライアンフ撃ってもいいんじゃないかな。トライアンフ撃っても。結構、リンカネーションも悪くはないんじゃないですか。次、トライアンフ打ってくれたら神だけど、そうはいかないだろうな。さあ、どうする。ルーソレイユも嫌だしな。さあ、どっち行くか、これ。クリチャー引きに行った。リリスか。引きに行って捨てる。さあ、いい勝負になってるぞ。あ、テレポンがでもちょっと自分で苦しい感じか。そんなに伸びてはいないね。そこまで伸びてはいない。いやー、このゼラチンで稼ぐつもりなんだな。
ガセジネさんだ。トライアンフ撃て。トライアンフ撃て。撃ったら神。うわ、捨てるんかい。ダメじゃないか。あー、ルーソレイ。そんなに金持って、あー、で、フェアリーライト捨てんだよな。しかも、高えし。ルーソレイ160高えし。160で198奪った。あんまりだな。さあ、クリーチャー引きに行くかな、これ。で、またルーソレイ使われちゃうから。オパール来たね。必殺のオパールが。で、こっちもルーソレイユ返しを食らっちゃうんだよね。そうだよね。ですよね。いやー、いくと思ってた。300も奪われた。くっそ、きつい。あそこレベル上げてればなあ、しかもローカストがまた見えてるから、ローカスト撃たれそうなんだよな。マナからのゼラチンウォール上げられるとちょっとやばいな。上げてくる。うわー、上げてくる。ローカストは自分だけだから。うわー、嫌な勝負だな、これ。そう、回して、クリーチャーないからね、回して、で問題はその、ゼラチンウォーム踏む台数が出そうなところなんだよな。ナイスマナ。7、マナ。パーミで2回早く周回してるからね。このマナはでかい。で、レベル上げろ。上げろ。上げないとまたルースレイブ来るぞ。ドラタカだけ。あ、ドラタカがまたダメ。ダメパーミッション打ってるね。トリデボーナスがもらえないダメパーミッション。ああ、これ攻めに行くと倒せるならいいんだけど、倒せないとめっちゃ金をあげることになるよ。どうだ？使いそう。ガセ。うわあ、守るんだ。意地でも守る。でも、タラスクも N じゃなかったかな。だからそんなに損はしてないような。しかも、ガセアスこうやって削ってくれるの嬉しいね。頑張ってドラタカがガセアス削って、ガセアス削って、あのアイボリーをなんとかしようとしてくれている。ギフとかローカスとか。いや、しかもランプロも持ってるから、今、ランプロ打ったらコメット当たらないってことか。コメットでも。また来やがったアイボリー。ちょっと無理か、これ。ここよく止まるから。あ、どうだ？もしこれ倒すことができたら3連鎖になるから結構でかい。どうだ？削るだけか。20。削って、30の反射で 5になる。5になるから変な呪いが出れば落ちるっていう状況にしておくと。やらしいな、スピニアガマ。いやー、その前に、そこのゼラチンウォール踏みそうなんだよな、また。配置の能力的に。超えた。超えたの嬉しいが、変な呪いが来るぞ。変な呪いが来る。何が来る？すべてのクリーチャーの呪いが取り除かれる。あー、なかった。ランプロ貼った後に消えてほしかったな。これ交換するんじゃないかな。そうだよね。危ないから。いいね。タラスクも N なんだ。全然アイボリーの影響を受けてないな。あー、リフュージが来た。これが強いんだよな。しかも、いらないアイボリーを捨てて。いやー、いやらしいな。あの、ローカストがいやらしい。いやいやー、いいとこいた。これで、地2連鎖、3連鎖。地2連鎖。で、マミーあげるでしょう。あ、フェアリーライトいいよ。フェアリーライト使わない。さあ、今どういう状況なんだ？あ、エレベートいいね。エレベートどっか上げてほしい。さあ、置いてもいいぞ。いいね。スピードケロン。高いな、スピードケロンが。でも2連鎖だから、一応得はしているか。フェアリーライト嬉しいよね。どなたかはパーミッション打ったから、ギフトも高いか。ギフトは N かな。あ、エレベートいいね。エレベートはでも高いから得をしないんだよね。さあ、周回した。さあ、どこを上げるか。また水を上げるしかないよね、でも。うわあ、4上げた。4上げると、これでも、あれが飛んでくんじゃないかな、ローカストが。さあ、どうだ？ローカスト飛んでくるか。飛んでこない。ランプロが先。ずる！自分だけランプロ。いやあ、さっきの呪いが。この後でランプロ消してくれればいいのに。自分だけ食らわないようにしてやがるわ。クソだな、本当に。エレベート使ってくれるかな？高いから使わないかな？どうだろう？
あ、使ってくれる。どこだ。ああ、いいね。みんなが回りそうなところに、レベル上げてくれた。そして、ああ、なるほど。これで水も高いけど、三連鎖だった。風を置いてくれれば。三連鎖、悪くないね。で、ルゲイ。こっちもエレベート使うか。いや、パーミッションを先使うかな。ナイスだね。高いんだけど、周回早くなるから悪くはないっていう感じだね。さあ、これで、ダイスが。おー、これで水が三連鎖になるかな。でかいね、これは。しかもランプロ付き。うまいなぁ。いやぁ、決勝はかなり。まだ接戦。2100対1300対。2100は誰だ ?2100 はドラタカか。2100はドラタカ。これで、ゴールして、連鎖して、水も連鎖で、テレポンが2100になった。2000になった。おぉ、フェームいいな。フェーム先使ってくれても、効果ない。さあ、ドラタカがエレベート使いそう。使える金がなかったか。次は火を取るか。火の連鎖を取る。ああ、順調に地形を、連鎖を確保してるね。いやあ、ドラタカも、これでドラタカ2700、テレポン2000。ちょ、また、アーミーを撃つ。周回が早いな。アイポリアイドルがあってもほとんど影響がないような感じで。早っ！ファーミしてすぐ回った。え？風も三連鎖。いやーでかいな。配置だけ遅れてる感じか。フェアリーライトでもいいよ。ギフトは？ギフトは別に高くないのか。これで必殺、まだオパールアイドルすぐ置いてないのか。オパール置いてないのか。オパール置いてないのに。さあ、ドラタカが半分。わあ、またベノマスオイル来た。これが効くんだよね。どこだ？わあ、僕んところか。うめえなあ。さっきは今度はシルフ。いやあ。イビルブラスト的な感じだもんね。三連鎖が。まあ、レベルが上がってないところで助かったとはいえ。さあ、どうする？これ、地をレベル上げしそうだな。軸。ここを上げるか。わ、そこを上げる。だったらチャンスはあるぞ。そこを上げるんだったら。色が合ってないもんね。チャンスはある。ギフトでちょこまか稼いでるのは悪くない。配置だけ遅れて二人が走っていい勝負になってる。レベル4とレベル3を作った。どなたかもレベル4作ってるからな。エレベート。エレベートが。おお、フェアリーライト先使う。それからエレベート、エレベートか。あ、エレベート自体が高いから。エレベート自体が高いから。使うのをためらってく。うわぁ、ドレマ来た。きつい。きつい。ドレマ、食らう前にレベルを上げてほしいんだけどな。ドレマ食らう前に。そんなに金がない。そんなに金がない。あ、フェアリーライト捨てるか、もったいない。ギフトは使ってくれるのは嬉しいね。使ってくれるのは嬉しいんだが、何をしたら勝てるのかっていうのが見えない。いやー、トライアンフいいよ。トライアンフで。殴りに行って、もうね、いいね。コーシブ使えないから、どうすんのかな？ブラスターレイ使うんかな？ブラスターレイですっ飛ばしたところで意味ない。飛ばされるだけで殺してるわけじゃないからね。で、まあ、火の連鎖を。でも、その火の連鎖を防いだけど、それが水になったら意味ない。どこに飛んだ？ああ、いいね。地に飛んだから、これで連鎖が落ちた。それは悪くない方法だ。なかなか良い。エレベート使わないね。高いからだな。いやー、これアイテム低いんじゃないかな。クリーチャー引いた。バーナックル強いな。さあ、テレポン。いやー、リフュージ強いな。何を消す？あ、スペクターローブがなくなった。ということは？ということは、マミーが落ちるんじゃないかな。スペクターローブないと。アイテムないっしょ。
落とせ、落とせ。マナ使え。ナイス。あ、でもどれまで座れるだけか。レベル上げるところがないと座れるだけだから意味ねえか。200もらったから割と一生どこを聞くか。殴れ。いやー、殴るやついねえのか。どれまで座れるだけだ、それだと。いや、きつい。あ、サー画面強いぞ。さあ、エレベート。お金があるからエレベート使う。そっち。水3連鎖になってるから上げて。まあ、多少は価値が高いという、見た。テレフォン、どれ、うわー、サブサイのレモン来た。いやー、どっちか撃つんじゃないかな、これ。どうだ。いやー、撃つ。どなたかに。180字使ってレベル4をレベル3に落とす。これだいぶ効くぞ。相当なダメージだよ。周回ではなかった。でもう一個ローカスと思ってるからな。あ、カルドラブレードいいよ。あ、トライアンフいいけどゴールは遠いぞ。まずそこをレベル上げしてほしいが。殴るかな、それとも。あー、またでもこれローカスト食らうな。きついなー。きついなー。ダメージスペルが結構効いてるのがきつい。エレベート使う。いいね。そっち。あと、ゼラシンホール踏みそうなんだよなー。どこ踏む？あ、違う。連鎖確保にいた。これはでかいね。150G だったとしても4連鎖になった。これで？ああ、ドレマ座れる前に今、レベル上げたのは良かったけど、ドレマと、ああ、ルーソレイ、いやー、踏んでからにしてほしい。踏んでからにしてほしい。いやー、しかもその、160G 使って、142奪って意味ねえよ。踏んでからにしてほしい。ほら、そういうとこ踏むからさ、踏んでからにしてほしいんだよ。意味ねえ、ルーソレイ使いやがって。とかも金持ってないからな。なんかダメな時にいつもルーソレイユ出るんだよな。いやー、アイボリーのおかげでだいぶ金を使わされている。テレポンがこれで1位になっている感じ。でも、金持ってたか？さっきレベル上げたからそんなに持ってないよ。104。ちょっと持ってる感じだね。ちょっとドラテカのところにはまった。さあ、テレポンが、うわー、でも、倒せないでしょう。倒せないけど殴りに行く。削り侵略。あ、金がない。どうだ？あー、でも落ちないね。さすがに落ちないけど、割と削れる。惜しいね。レベルが1だったら落ちてた。後々のためみたいな感じなんだよな、これ。しかも今、金がないからどなたか、アイボリーのせいでアイテムが使えないという状況。でもまあ、これで72入ったから使えるようになったでしょう。パーミッション悪くないが使わない。わあ、嫌な呪い。好きな効果。お、いい効果。何を選ぶ？あー、呪いを消しただけ。つまんねえ。金をもらえる効果にしろよ。ドラタカの呪いを消しただけ。つまんねえ。自分の呪いも消えたじゃねえかよ。いや、僕金持ってないって。金持ってないって。70、30バって、120G 使って70、30バったぞ。すべてのセプターは土地の数かける 30G。いやー、ハイジが一番少ない。くー、きつい。スターレイは来るんだが。いやー、アーミッション使ってほしい。アーミッション使ってほしいのにな。使ってくれないね。さあ、またエレベート。エレベートは強い。いやー、5連鎖だからね。5連鎖だからね。さあ、追いつくか。ドラタカが。おっと、はまった。落ちないでし。あー、落ちるんか。スティンバリデスの。なんと、スティンバリデスの。水風貫通か。どうだ？ああ、でも、カルドラブレードで、スティンバリデスの水風貫通に対して、カルドラブレードで守りきれたー。よし、よくやった、よくやっ
ったケンタウロス、しかも武空に復帰、素晴らしい。あぶねえ、こいつ水風貫通だからアイテムなかったら負けてた。576取って、よし、いいぞ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 。踏ませた踏ませた、5連鎖が崩れていくでしょう。いいよいいよ、これでだいぶだいぶテレポンに追いついただろう。これでいや結構追っ払ってるね。歩きやすくなった。さあどうだ。でもレベルが上げるところがないんで、ルーソレイユがどれまで座れちまう。あーそうか、ローカスト打たれるの、まあそれは仕方ないっしょ。まあ一回ローカスト遅くて助かった。これででもだいぶ下がる。レベル4がレベル3で、あでも1位配置か。でもこれで周回するとまたテレポンが1位か。いやーいい勝負だいい勝負だ。決勝っぽい。またスピニアガムが嫌なところに。どうだ、愛知2位なのか、それでも。どういうこと？全然追いついてない。ああ、どれまで座れるだけ。いやー、さっきからめちゃくちゃ食らってるからね、あの、ローカストとあれ。いやー、強いな。どれまで座れちゃうな、どれまで座れちゃうな、愛知767しかない。いやー、でも、また。アイボリーが。もう変わんない。アイボリー置く。もうこんだけアイボリーあるとどうしようもないな。どっかレベル上げられるとこないかな。座れちゃうんだよね。オパール置いてないから意味ないんだよな。おお、リンカネする。クリーチャー引きに行ったって感じか、これは。あそこの。いいよ、フェーム。ああ、でもフェーム。ああ、でも結局ドレマされるから一緒だわ。そう、レベル上げろ。レベル上げろ。どれもされる。ああ、来ちゃったよ。どれも2枚。もちろん、吸えない。よし、吸えない。今のうちに。今のうちに。ああ、これでもお金あるから吸えるようになっちゃうわ。お金吸えるようになって、またレベル上げるか。さらに、失った連鎖を、取り戻しに行く。これはまあ2枚がきついなぁ。レベル上げるとこないからなぁ。ハイジは。せっかく今、1000G ぐらい持ってんだけど。わぁ、こっちも穴が出た。いやぁ、テレポンの方が強すぎる。何が出る？あんたは、うわぁ !5 分を全部5ずつ得るだって。ずるいずるい。これで、かなり5000に近づいたんじゃ。4400来た。あと1回周回したら終わりだ。エレベートしろよ。これどれもされるでしょう。どれも僕の方から来るからな。テレポンの方から行け。テレポンの方から行ってくれ。テレポンの方から行ってくれよ。くそー、テレポンゴールするんだよ。いやまあ300吸えるのは分かってんだけどさ。テレポンの方から行ってくれよ。またアイボリ。しかもマナ。いやー、マナで、マナだけでゴールしちゃいそうだな、これ。周回は300入った。あー足が速い。足が速い。あそこレベル上げると終わるぞ。終わるぞ。うわー、パーミが出た。パーミで、パーミで達成か。追いつかねえ。オパール、間に合わねえよ。くー。いや、エレベートするのはいいんだけどさ。いやー、強い。周回するけど、レベル上げるところがないから、またこれ座れるな、どなたかに。よくねえな、よくねえ流れだ。あの、マミーを倒しに行ってほしいんだけどな。テレポンから吸ってほしい。テレポンから吸ってほしい。吸わないとゴールしちゃうと。よし、ナイス！わかってるじゃないか、1がゴールしそうなこと。そうだ、これでテレポンのゴール1回は止められる。殴れ、あ、殴れ。倒せよ。倒さねえと、倒さねえとゼラチン代上げちゃうだけだよ、それ。倒さないとゼラチン代を上げちゃうだけだよ。いや、もちろんカルトラブレードで倒す。うわー、倒せねえ。倒せねえのに金あげた。さっきどれまで300吸ったのに、これで 250G 上げることになる。いやー、美味しいな、これは。ダメ侵略じゃないですか、あなた。これで？いくら入るんだ？意味ねえ！ 250G 入った。これは。
これはテレポンのブックがうまいとしか言いようがない。4700万に来た。ファーミー打つと終わる。打たない、打たない、打たない。一瞬待ってくれた。しかしここに置くと終わる。これで水が4連鎖でおそらく5000到達したでしょう。5057いった。なんか引け、いやーそれやってる場合じゃないんだよな。コメット引け、コメット引けば、コメット引けばマミーの連鎖を落とすことができるけど、間に合うかな。そっち行ってる場合じゃねえよ。オパール置くのはいいんだけど、オパール置くのはいいんだけど、そっちから行くと全然勝負とはかけ離れた場所になっちゃう。やっつけろ。目の前を上げてゴールさせるな。よし、殺せ、殺せ。よし、いいぞ。よし、その後、ここを殺してしまえば、その後横移動でマミーを殺すことができる。やっつけろ。さすがに守れない。守るんだ。まあでもアイテム使わせたっていう意味で、それはでかい。そう、アイテムなくなれば、なくなればマミーが落ちる。再生コロシブがまた、コロシブ逆転の再生コロシブが来るかどうか。その前に5003、5003、6以上でゴールしちゃう。うわー、パーミー打った、パーミー打った。クソダイスお願いします。クソダイス、33とか2とか3とか33来た。どうする。おーっと、払った。これでちょっとゴールから離れた。ドラタカに金が入った、ドラタカに金が入った。チャンス、チャンス。終わる前に、終わる前に。よし、どっかレベル上げろ。ハイジもレベル上げるか、横移動するかしろ。いやー、金吸われるだけだよ。ドレマ来たら。1で、1で倒せ。1でマミーを倒すんだ。いや、もう、そこを倒してる場合じゃないでしょ。ちょっと、ちょっと。オパールは重要なんだから、取っとけよ。オパールはちょっと、要なんですから。オパールは要なんですから、取っといてくださいよ。ちょっと、これやっつけてる場合じゃないっすよ、あなた。さあ、周回を優先して、お前、こっち、オパール死んでるのにお前は再生するんかい。オパールは取っとけよ。バカじゃねえの。さて、4000、ああ、でもパーミ打ったけど、あと400なんでゴールしそうだな。どうだ？届くか。入るな、入るな、入るな。679、強すぎる。テレポン勝ち。アイボリーロックが勝ってしまったか。悔しい。いや、いい勝負はしたんだけどな。いや、なんだろうな、ローカストが強かったな、本当に。どなたかも18ラウンドまでは競ってはいたんだけどね。いやー、強すぎた。分析見てみましょう。あ、ゴフが入ったのもでかいよな。あの、いい呪いで、あるエリアの4属性のゴフをすべて5ずつ得るっていうので650G も得てる。これが強かった。周回ではない、通行量ダッシュ。ハイジは2回だけど610もらった。ドラテカは7回で810もらって。あ、そうだね。あそこの、トリトンに2人ハマったんだよね。支払い。あ、でもドラテカも結構払ってるな。みんな払ってるんだね。で、戦闘が2分の0。ハイジ1分の1。ドラテカ6分の1。ああ、頑張ってガスヤス削り侵略したけど削りきれなかったって感じだね。それから周回はやはりテレポン早いんだろう。なんで早いんだろうね。ヘイストとか使ってないのに。で、領地12個。すごいな。あとは7。という感じでしたね。次回は、なんだかな、ベニ、なんてとこだったかな。次回はですね、ベイニスですね。3つの、
エリアが円になって強制転送円でつながっているって感じで、周回がめちゃくちゃ長いんですよね。なんかフェアリーライトはおそらく必須じゃないかなと思います。というわけで次回もまた、ブックの投稿お待ちしております。新しい参加者もお待ちしております。では。